皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。7月の下旬から今まで塾の夏期講習とクラステスト対策、これをやっていたので動画の投稿お休みしちゃってました。申し訳ありませんでした。で、ようやくクラステストが終わって一段落したので動画の投稿再開させていただきます。よろしくお願いします。で、この9月からの投稿で新しい項目、これが一つ加わります。それが静岡県の学校情報という項目です。静岡県内のローカルな情報なので、チャンネルに登録しているのに僕は静岡県と関係ないという方たくさんいらっしゃるかもしれません。ごめんなさいね。この項目についてはどうぞスルーしちゃってください。なぜこの項目を入れるかというと、私の報徳学院という学習塾は静岡県にある学習塾なんですよね。ですからどうしてもね、この静岡県内の学校について紹介したいとこう思ったんです。それでこの静岡県の学校情報という項目を入れることにしました。どんな内容かというと、私が参加した塾対象の学校説明会、ここで得た情報、これをもとにして動画をまとめていきたいと思っています。具体的にはどういうものかというと、その学校にどんなコースがあってどんな勉強をしているのか、そして卒業後の進路、これがどうなっているのか、一日体験入学や学校説明会の日程と内容、さらには個別相談会について随時行っているところもありますし、日程が決まっているところもあるので、それについてお話しするということです。で、メインとなるのはこの中学とか高校の受験の内容、これについてもお話しします。実際に学校説明会では、高校受験などでは内申点が何点という具体的な数字出るんですけれど、これについては学校との約束で公表することができません。ですからこれについてはまた申し訳ありません、ね、お話しできませんので、そこは承知しておいてください。さあ、じゃあまた9月、もちろん学習動画の投稿も再開するので、これからもよろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。